奈々ちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。入院してたんだ。え、まだ去年やってた。やってた。自活、なんか本とか出すし、ノートってやつでポストなんとかに出たいなと思って、私も葵ちゃんを継ぎたいなと思って。もう子供っていう可能性ない。ない。ポストの子だけど。奈々ちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。元気だった？元気です。入院してたんだ。そうです。本当は今までおかしかった現実は、精神状態が悪かったっていうのは、正直だったんですよ。それ本当？本当。それだからおかしくて、のこととか言ったり、何かおかしくなってて、で捕まらなかったからよかったけど、そのことで入院してたんですよ。おかしすぎちゃって精神状態が。それでその強制入院で、外にも出れなくて、誰とも連絡も取らされなくて、まあ薄々先生とかも気づいてたかもしれない。やってるって。そう、それでおかしくなってると。え、まだ去年、やってた。やってた。え、ずっと？ずっとかわかんないけど、まあ結構やってた。え、じゃあ注射？炙ったり塗ったり。炙りでその決めて、僕と会ったことある。そうそうそう。マジ？マジ？俺全然分からなかった。うん、ちょっと正直そのちょっと10代の時もやってたから、そういう影響とかもあるって先生には言われた、精神科の。今はもうやめてるってことでしょ？もうやめてますよ。もう病院から出て、だからちょっと太ったし。 ちなみにその病院でさ、その飲み薬を飲んでたってこと？そうそうそう、飲み薬飲んで一切遮断。そうしたらもうやれないじゃん、だから外にも出れないし、誰とも連絡も取れないし、電話もダメっていうことで、まあ、病院から出てきて、その今飲み薬は継続的に飲んでるってこと？飲んでる。1回、1日1回だから、朝1回、あと寝る前。じゃあ今もちゃんと飲めてるみたいな。飲めてる。その薬はってか、入院した時は何ですか？生活保護的なそんな感じで入院できたの？あ、そうそう、婦人補導員の人に補導されて、役所の人がそういう人だったの、もともと。だからそういうギャルとか、そういうなんか、そういう、そういう人を扱ってる人が担当で、病院に入れてって、医療費とか、まずはその遮断しないかんじゃん。うん、それだから、そうだね、医療保護で、入って。医療保護でできたんだ。そうそうそう。で、精神病院の入院形態も、役所同意の医療保護入院。はいはいはい、市長が同意書書いてたってこと？そう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 。あー、なるほどね。で、入院しました。で、3ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい、2ヶ月ちょっと。で、今はその出て入院し、退院して、薬ももらってるんでしょ？そう、だから一つちょっと言いたいんですけど、ちょっとまだ精神状態があんまりまた落ち着かないっていうか、まだあってちょっと辛かったとか、いろいろ1年間ぐらい、いろいろ言われたこととか、でだからこれからはちょっとナイーブにお願いします。ナイーブってかやめてほしいですね。ちょっと精神的に傷つけることを言うとか。ああ、なるほどね。サイト上とかもう普通だから、はい、まあもともと普通の女性として扱ってほしかったんですけど、僕もそのつもりで接するよ、もちろん。ちなみにその今も薬をもらってるっていうことは、生活保護はあんまり今は受給してない？もう終わってます、生活。終わった。自活、なんか本とか出すし、ノートってやつで、ノートで出すの？ノートでとか。ちなみに誰が？さんっていう人。っていう人が代筆してくれるってこと？はい、そうです。ああ、で、何、自伝みたいなのも販売しようかなと思ってる。そう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 、そういう依頼が来たから、で、いい人だったから、やっぱ相性が合わないとできないじゃん、そういうのって。だからそういうので、あと、まあ、ちょっとまたやりだしたり。まあ、保護は切れてますね、生活保護は。薬はどこの病院でもらってるの？病院出た。ああ、まあ変えることもできるけど、またそこに行くっていう予定、見てた先生だから。でもそこ行くとまた入院とか、そういうふうに思っちゃうとまた逃げになるから。あ、ちょっとマスク取っていいですか？どうぞ。あ、なんか顔もシュッとした。いや、太ったの。太った。太った。だいぶ太った。なんか張り合っていいと思う。
あ、本当？うん、なんか前は薬物のせいなのかな、なんか肌の環境良くなかったじゃん、うん、あ、こけてたっていう感じとか。そう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 、うん、あれ薬物だったんだ。そう、薬物だった。俺がさ、その撮影のためにお金渡してたじゃん、ご飯とか、うん、買ったんじゃなくて、ああいうのは生活費に使ってて、服とか、うん、ホテル代とか、うん、あの出会い系のアプリの人が持ってきてて、あれ一緒に、あ、そう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 、それやばいね、うん、でもさ、これ今 YouTube でさ、うん、僕出ちゃったらさ、うん、例えばだけど、やりたい人っていうのがさ、もし逃げるか、もうかかってこなくて、まあいいやと思って、もうやだもん、だって捕まったらさ、でしょ、何年とか損するから、前科あるからさ、だからもう別れたいか離れたいからさ、今執行猶予はない、ないないない、うん、それあったらマジやばいから、捕まらんかっただけよかったけど、あとなんかいろいろ飲食店とかホテルとか迷惑かけたお金も払ってかないかんからさ、今まで精神状態が悪くて、精神心室状態だったから。ちなみに妊娠期間中も、そう、その時やってた。え、マジ？だけどできるんだからさ、前も私妊娠した時やってたもん、うん、ちょっとできる、生まれる生まれる、マジ。それでおかしくなってる、本当に本当に。そう、精神病というやつだから。そ、病院、うん、まあ、あの予約はしてる、予約してる。次、次お金必要でしょ。必要。一緒に行く？あ、行きたい。実費でしょ。保険証ある？保険証、あさってぐらいに役所にはその人と一緒に行くから、保険証を作りに行って。新宿？新宿、うん、その時病院に間に合うように、あさってか知らせて役所行って。うん、なるほどね。退院したのが金曜日なんですよ、2月2日の。はい。そっから2週間後ぐらいの木曜日、15日だ多分。そうで、その時間は9時から4時までで電話してくださいって。で、服とかはあんま派手な格好してきたらもう見ないよって言われてるから、うん、で、なんかそうやって歌舞伎町の人って言わないでください、あと YouTube 撮影者って。あ、もちろん。あー、そうだね。じゃあ、病院の俺、中までは行かない、お金払う時だけやろうか。うん、そうするともう、あの、見ないって言われてるから、まあ、1回ぐらいはそこ行って、次からメンタルクリニックでいいと思うけど、そ、1回はさ、そこで見てもらわないかんから、その時に見てもらえなくなったり、入院させられたらやばいじゃん、また。まあ、でも、ワンチャン、そのやばくなったら、うん、その人のとこに連れてった方がいいと思う。どう思う？やばくなったら、まず私に入院するか聞いてくれば、引き受け人がいるからさ、後見人みたいな感じ。あ、いるの？いるいる。それっていうのは、どういう役割の人？男友達。私のファンの人。あ、うん、そういう人、うん、だから今のところ出てきて家とかご飯とかそういうのはそこの人がやってくれてるから。マジ？うん、だから自由にして遊んでりできるけど、家とか帰っていいとか、鍵も持ってるから、合鍵。マジ？うん、同棲してる的な感じ？同棲っていうか、引き受けに、精神科の。だからその人が権限っていうか、その何かあったらその人に行くから、まず私に聞いてほしい、入院しなくていいって。あ、うん、薬飲んだ方がいいよとか。薬飲めば治るから、いつもリュックとかどっかに持ち歩くから、うん、お願いします、そのあたり。まあ、あとは変なこと言わないでくれれば。もちろん、うん、まだ本当は退院も早いって言われたんだけど。そう、うん、早く出たくて出たくて、弁護士つけて出たんだって。そんなことできたの？うん、すごいね。そういえば、最後の撮影した時覚えてるかな？わかんない、わかんない。うん、あの時パニックってどうかなってた？どうかなってた？いや、どうかなってたごめんね、うん、で、その時にね、もう撮影しないでおこうかなって言ったんだよね、うん、っていうのは理由があって、うん、まあ、なんかヤバさが、なんか増したってこと、ヤバさが増したし、うん、まあ、なんか当面の目標はその子供を無事に出産っていうのが目標でちょっと密着してたんだけど、うん、まあ、でもそれも果たせたから、まあ、なんかこのままなんか逮捕されたりいろいろなんか あったらヤバいじゃん、うん、し、そのアイラちゃんの自立助けにかかってないし、からあれだったけど、まあ、なんか今、ね、入院挟んで精神状態とかもなんかだいぶ回復はしてるよね、から、まあ、応援はしたいなと思うね、うんうん、撮影は続けてくれます？またお金が欲しい、必要ってことでしょ？いや、撮影がメインにしたい。お金はもう自活するから、今は困ってるけど、また働けばバンバン月300とか行くからさ、本当に行ってたんだって。あ、うん、いい時、疑ってない。歌舞伎町に来てた時、うん、来てから10年以上経つけど、うん、携帯とか持ってない？あ、持ってるけど、今 Wi-Fi 繋げたらダメで、また繋げていけばいいから、まあ、本も売れると思うし、もちろん、もしその何
本とか、うん、でも YouTube やめちゃったらさ、ファンの人も悲しむし、あのつまんないし、きっと150万回線もいってんだって相当いないからさ、芸能人でもさ、そんなすごい人じゃなきゃやめたらもったいないと思う。ファンの人がくれてくれよ。あ、俺、あ、そうね。じゃあそのね、ノートとか本、うん、書いたら教えて、全然宣伝するから。うん、あとライブ配信とかやるのいいんだ。あ、いいいいいい、やったやった、この前やった、うん、なんか TikTok とかだとファンがお金投げてくれる。あ、そうなんだ。そうで、銀行口座とか持ってる。まあ銀行口座があればちゃんと紐付けて、まあもちろん電話番号が必要だけどね、あのライブ配信とかやれば、まあ、なんかファンの方から投げ銭もらったり。タバコ吸いたいんだけど、ここ無理、禁煙。あ、ここきつい、禁煙なんだけど、外出る。あ、外出るか。タバコ吸うだけね。うん、ちょっと牛乳飲んでく。うん。いや、あのなんかさ、あの人ってもっこの人なんか動画撮ってた人知らない。そうなんだ、入れ墨入ってるか。何回？あ、8。大変だね、あの人。すごい俺の名前出してすごい攻撃的な動画見た。あれ大丈夫？何を？アイラちゃんはあの人と契約の関係があるの？ない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 。だってあそこ違法じゃん。前警察に聞いたり通報したことあるけど。あ、そうなんだ。このプリンを直したらですよ、精神科だったから行けなかった。今日行こうと思って後で電話借りて。美容室？美容室。髪染めたいってこと？そうそうそう。ブリーチすんの？リタッチ。リタッチとできればカラー。すごい時間かかるじゃん。かかるかかる。え、俺の知り合いのとこはダメなの？あ、いいですよ。女の人なんだ。あ、いい、いい、全然、うん、女嫌いとかじゃなくて、ホストのファンとかが多いからさ、悪口とかすごい言われるじゃん、うん、だからそれが嫌で女禁止にしてるの。あ、なるほどね。そうそうそう、ブスとかさ、なんかあの人なんかとかさ、臭いとかなんかいろいろ言うじゃん、すぐ。だからそれが嫌だからさ、ホストのファンって。だからホスト番組出た以上さ、ホストと関わりがあると思って行ってくるじゃん。それが嫌でさ、みんなそれで病んでるな。そういうのですよ、きっと。はい、ホームレスじゃないのにホームレスとかかかってるしさ、あんまさやるとさ、ゆうたさんもさ侮辱罪になっちゃうからさ、うん、言わん方がいいと思う。今回にいたからさ、あだって、そういうのはやめとくね。もちろん、そういうのは言わない、言ってないし。言われたらさ、女にそうやって言われてたって言えばいいか、ホストグループ。だってそうじゃん、実際、うん、ホストのさ、ホームレスとか言ってさ、言ってくるだけじゃん、汚いとかさ。だってもともとホスト通いでホスト狂いみたいな女だったからさ、ホストのとこめちゃくちゃ付き合ってたからさ、すごい感じ、全店行ってたし、うん、だからその女にさ、ターゲットに行ってきてるだけで、彼氏が奪われたとかさ、彼氏じゃないのとかさ、すごい言われてたからさ、とにかく臭いとかすごい言われてたから、うん、精神科にもいたからさ、ホスト狂いの子、はい、その子にもなんか言われてたみたいで、裏でなんかツイッターに書かれてたみたいで、なんか喋りかけてきてる罪とかなんか精神科で、この間に私の前ではさ、あのアイラちゃんとか言ってすごいなんかあのご飯行こうとか誘ってきてさ、だから断ってんの、女は。そうなの。だから結局ホームレスじゃないのに、ホームレスって書かれたのはさ、そういうホス狂いの女がさ、そうやって荷物とかさ、あのラブホ代とかいろいろあってさ、揉めたりとか、それで出された移動の時にさ、そうやってあの荷物運んでてさ、高価のものばっかだったの、それも盗まれたりさ、うん、今だって何もなくなっちゃったよ、全部盗まれて。なるほどね。そうそう、だからホス狂いがいかんだと欲しいわけじゃん、私のもの可愛いし高いものばっかだからさ、それで捕まったらもったいないじゃん、ゆうたさん。なんか目つけてる人いるからさ、ゆうたさんの侮辱罪に私に対する、うん、警察に訴えるって言われたことあるの。マジ？うん、分かった。うん、そうやって言えばいいんだよ、その女がホス狂いかなんかで、うん、そうやってこの女を潰したいとか、それでホームレスに乗せたって助かるじゃん。確かいるでしょ、そういう女が。女？悪口言ってくる人とか。誰？私の悪口とかさ、ゆうたさんとコメント？コメントとか直接でも。ああ、まああるっちゃう。だからそれでさ、逃れられるの、もし警察に捕まりそうだったら、うん、結構言われてるからさ、ゆうたさん捕まれる侮辱罪で、うん、業界も多分回ってると思うから、契約してたってあるよ。それはまずい。だってそういうの言われてたからさ、名誉が高い人がになるっていうのはあるから、そういう書類も渡されたから、昔その証明書、うん、でそういうあの教育も受けてて、
そういう敬語で喋りますとか、なんかそういう挨拶とか礼儀とか地位が高いとか、そういうの人に対してだから侮辱罪通用しちゃうから、その書類があるから警察も持ってるからさ、その書類のコピーとか、だからもしかしたら侮辱罪で摘発されるかもしれんから、私は訴えてないけど、他の女が動き出したり業界で書類を手にして動き出したらやばいな。アイラちゃん の、 その今住んでる人とか後継人って人はアイラちゃんのファンって感じ。そうそうそう、で信頼があって免許が8個もあって真面目な人だから8個それだからあの 医者とか弁護士が認めて、うん、あの退院を許可してるわけだ。それもやっぱ許可がいるの、退院市役所同意だから。まあ確かに、だってあれだもんね、あ区長同意か、血がつながってるわけじゃないし籍も入れてないもんね。そういう、あ美容院って大丈夫です、予約入れなくて。別に今日は無理だよ。今日がいいんだって、明日予定があるもん。いや雪、今日雪だから、うん、あの俺電車止まっちゃったら家に帰れなくなっちゃうから、ちょっと待って、 Wi-Fi つなげる。ちょっと人がさ、ああなんか今日は昼ご飯おごってあげるとか言って、はい、会わないかって言ってきたから、はい、まあでもあやちゃんあれだよね、ちょっと精神状態はまあ昔に比べたら楽になったって感じ。そうそうそう、うん、まだ弱いとこはあるけど、うん、うん、まあよかったよ、とにかく。ゆうたさんも騙されないよね、世の中ホスグリューっていうのはやばいから。だって歌舞伎の女でさ、あの精神病院で飛び降りたぐらいの子もいたりさ、そういう変なこと言ってる子もいたりさ。そうだね、当たり前だからさ、そういうのが。だからホストの女とかさ、そういう人ってさ、やっぱすごいさ反感買うわけで、普段今住んでるところは、うん、そのね、ずっと住んでいい場所なの、それはダメなの。いや、その人との関係が綺麗に立ったらいいよ。ああ、なるほどね、うん、その人大切にしなよ、うん、うん、多分その雄太さんのことも大切に思ってるからさ、最初はさそうやって嫌だとかいろいろ言ったけど、うん、あの結構業界が厳しかったから、うん、だけどさ途中から心は入ってったけど、やっぱそういうなんかいろいろ言われてんのか知らないけどさ、なんかそういう 対応がさ悪かったが、ホームレス扱いみたいな違うのそれにさずっとメールも入れてたじゃん、そういうことをやめてほしいって、うん、でも書かれてた YouTube 見たら。だからそれでさ、ほな家族だって失っちゃうじゃん、そんなこと書かれたら、ね、娘が、うん、娘？小高さん娘が、ああ消してほしいんだけど、ホームレスってところ。あ、いやいや、もちろんお願いしますね、次からは、うん、ちなみに、今後は生活保護もらわずに、うん、なんか、何かしらの仕事をして食っていきたいって思ってるって感じ。そう、さっき言ったさ、本とか、YouTuber でとか、あとで稼いで生活していこうと思って、うん、普段仕事が好きだから、そういう仕事がまあやっていこうと思って頑張って、いろんな仕事、うん、ホストなんとかにいろいろ出たいなと思って、私もあの葵ちゃんを継ぎたいなと思って。なるほど、ね、憧れてる、ああいう風にうまくできたら。ああそうだね、あ、うん、葵うまいもんね、うん、お話あんな感じでホストの方とか紹介したりとかしたいってこと。憧れてる、あいつは今謝りたいなと思って、ひどいこと言っちゃって。言ってないと思うよ。いや、言っちゃったからさ。言ったの、うん、なんてなんか、いろいろ言ってたの。俺は多分気に、葵も気にしてないと思うし、俺も気にしてないから大丈夫だと思う。おかしかったからね、あの時多分近寄らないでとかいろいろ言っちゃったからさ、うん、ああなるほどね、うん、ああ、はい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 、うん、あでも葵も分かってたと思うよ、そのなんかもしかしたら薬の影響でとか、なんか病気があってあるからそういうこと言っちゃったんじゃないかなみたいなのはまあ思ってると思う、理解できてると思うから気にしてないと大丈夫だから。ホスト番組だからさ、次からそういう日常生活もいいけど、ホスト関係もやったり、そうしたらあのホストの人もさ売り上げ上がるかもしれないわからん、私と打つってどうかは知らんけどでも、うん、まあ上がるかもしれんじゃん、150万回数も来てるからさ、うん、普通に下手な芸能人さ、有名芸能人とか有名な人よりもさ上行ってるからさ。確かに結構街とか歩いてても、ああのアイラちゃんですよねとかすごいあの結構言われるところがあるからさ。あれだよ、多分再生回数が伸びるのってでも掛け合わせなんだよ、アイラちゃんと何かと何かみたいな、うん、それだからまあ、うん、俺もいろいろ工夫して、まあ、今後ね、その撮影呼んでほしいと思ってるみたいだから、うん、まあ、アイラちゃん生きていくためにお金必要だし、まあ、そこら辺は多少協力したいと思ってるけど、うん、お金大切に使うんだよ。うん、分かった、うん、あなんか前さあの服にめっちゃお金かけてたでしょ、うん、
であれすぐなくなっちゃうから、やっぱあのその一緒に住んでる方、アイラちゃんが良くなってほしいっていうのを多分願って応援してくれてると思うから、その人を大切にして、で多分あの、まあ、その人なんていうか分かんないけど、家賃とか払えるようまで稼げたら、その人にお金渡したりとか、住ませてもらってるお金とかね、その人の家って何区にあるの？あ、結構の駅の近く。どうだっけ？西東京？分かんない、ちょっと。まあ、その人の家に一回住所移したら。そうだね。マイナンバーカードなんか持ってないよね。持ってない。それ作るわ。なんかあのいろいろその人手伝ってくれるんだな。うん、まあ、甘えれるとこ甘えて、多分身分証とかは必要だから、これあるに越したことないから作って、でそうしないと契約、携帯の契約もつけできないし、家も契約もできないから、多分身分証作った方がいいね。いやまあでもちょっと僕も手伝えるようにちょっと頑張ってみるね。ちょっと今までさ、アイラちゃん出てくれたところあって感謝もしてるから。まあよかった。最初はアメちゃんが声かけてくれて、そのきっかけから始まって、私も憧れてたからさ、出たいなと思って。でなんかその時前やってて、はいはい、その時の人になんかホストと出たいって言ったみたいに、でなんかなかなかホスト店がいいって言ってくるって、まあ、上の人事の人と付き合いがあってなんかダメだって言ってきて、他の店だったらいいって言ってきて取ろうとしてたんだけど、そうしたら声かかって、うん、えその運営してる方とか今連絡取れない？あ、取れなくなっちゃった。携帯が壊れて、私の。あ、もともとどっか撮影会社の人。アイラちゃんは今なんか SNS とかやってるの？いや、やってない、うん、やりたいとは思うけど、結構携帯直ってからじゃないとメールがいっぱい来るからさ、何百件とか、何百件ってことはない、100件ぐらい来る時もあるから、そうするとあの見切れないからさ、携帯をさ変えないといかんからさ、今はちょっと休止。あの Twitter とかインスタとか、まあ、やってたとしても、まあ、名前変えてやって、あの彼氏だけとか友達だけとか、そういう風にしようかな。ちなみにあの最初に俺に連絡くれたの、その退院してから、うん、俺に連絡くれたのは何で？たくさんチャンネルに出てたから。そう、あとファンの人ってかいろいろ見てくれてる人もいるからさ。そう、登録者数で結構お金って決まりますよね。いや、再生回数、再生回数でも登録者数が何か言ったらなんか100万もらえるって聞いたことあるから。それはない。ない。でも増えたね、越したことはないから、まあ、登録もお願いしたいです。お願いします。ブチャンネルの登録、うん、自分でチャンネルをやるとかっていうのは考えてない？あ、それもいいですね、うんうん、まあでもあの多分運営してくれる人がいるに越したことはないから、うん、まあできる人いればいいけど、でもあやらちゃんあれだ、ホストさんが結構好きって。好き。だからホスト番組やりたかった。だからホスト狂いの一人だったからさ。もともとじゃあね、ホスト行ってお金たくさん使ってたの？いや、あんま使ってない。私の場合見た目が良かったから、そのホストのために整形してって、うん、本当は嘘じゃなくて、うん、ギャルだったからさ。あ、じゃあ店に、いや、それよりも 安くていいから来てって感じだった。店にみんなが会いたいみたいな。なるほどね、うん、あ、じゃあそれで、まあそうだね、関係、そう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 、だから反感がすごくてさだってアイちゃんの YouTube ショート動画で見たら分かるけど、すごい可愛いじゃん。うん、あれが私だったから、はい、前まで本当にあれ修正もなくてあのままだったから、あれより実物のがいいぐらいだから、うん、だからあれだからモテたからさ、はい、うん、まあそうだね、ホストさんがいいよって言ってくれたら、うん、あれですけど、の子供っていう可能性ない？ない。それない、うん、ホストの子だけど。あ、これもさ、出版の人に本当の父親の人、携帯が壊れて連絡取れなくなっちゃって、私がその人も子供だって知りたいじゃん、自分の父親なんだから。え、何？その去年産んだ子供の父親に当たる人誰かっていうのは分かる？分かってる。だからその人を探したいの、 YouTube とか。父親であるそのホストさんは、うん、アイラちゃんとどんな人してるの？じゃない、その人分かんない。向こうは決まってたから信頼とか言って、また受けれないんだけど向こうは決まってたかもしんないけど分かんない。うん、ホストさんなんだ、うん、それ本当？本当本当。本当だわって感じ、うん、心当たりのある人した人12月頃、12月の中旬か、あの下旬頃。その人とは連絡取れないの？取れなくなっちゃって、携帯が壊れて。ああ、
今でもホストやってんのかな。やってるかわかんない。だって1年も経ったらさ、株主の出入り激しいじゃん、ホストの出入り。まあ、全米関係したら間違いないからね。ああ、そうだね。子供のさ、受賞とは連絡取ってるから、大阪にいるからさ、墜落文明しちゃって、墜落文明しちゃって、だから言ったじゃん、子供が落ちちゃったって。短歌に乗ろうとしたらさ、出ちゃったからさ。はいはい、うん、あの時は何、シラフ、シラフ、シラフ、よく警察に捕まらなかったね。だから、言わんかったからさ、私もそう言わんじゃん、普通に。まあまあ、ね、でもさ、だって俺と撮影会ってる時、撮影してた時に決めてたことあるんでしょ、うん、あるある。でその時さ、多分警察も一緒にさ、いたっていうことあるよね。あるある。あ、すごい。だからもうおかしくなってたからさ、うん、もうあれなんだって。私もおかしくなってたから分かんないからさ、精神喪失状態ぐらいだからさ、もう何、堂々としてた、うん、別に怖がること、うん、すごいね。前もそうなってさ、あの警察に留置所に捕まったことあるけど、精神喪失状態出れたからさ。そんなことあるの？あったよ、精神喪失状態だから無罪。20日勾留で釈放。そんな感じ。じゃあ俺先出てもいい？うん。マジ雪やばくてさ、アイラちゃんも早めに帰った方がいいからね。今日から歌舞伎町にいるかもしれん。あ、そのまま、うん、泊まるってことこっちで。分かんない、帰るかもしれんけど、電車があればね、動けば。そうそうそう、雪で電車動かなくなっちゃうことあるから、うん、もし帰るんだったら早めの方がいいからね、うん、気をつけないよ。俺も帰れなくなっちゃうからさ、ちょっと遠いから。お前さんからね、手紙来たことあるよ。どこに？うちの事務所。あ、なんか言ってた。違う、そう、冬、そことは全然関係ない。あの動画を見たけど、そこに出てきたそのホストのグループはあるけど、まあ、そこは全く関係ないから、あの人が言ってたことはちょっと事実じゃないってことも。テレビ局とつながってます？僕つながってないよ。とかじゃないの？違うよ。まあけど YouTube チャンネルはいっぱいやってる。うん、あの人怖いね、ちょっとね。怖い怖い。だからさ、私もなんか嫌なの。嫌だ、うん、今でも連絡来る？連絡来るよ。まあ、最近は良くなったけどね、だいぶ生活が。あの人、うん、昔はひどかったの？ひどかった。分かんないよね。本当に知らない。本当だと思う、入れ墨入ってるから。ゆうたさんから電話来たよって来たよ。さんから。あ、さっきのひどかった、うん、あ、はいはいはい、電話した電話した。うん、あいらちゃんの携帯電話かと思ったからさ。でも今いろんな人が YouTube でアイラちゃんを撮りたいって言ってるんでしょ。いや、まあそうだね。でもだけどやっぱり一番いいのは本出すのがいいと思う、多分、うん、本とか収益が高いみたいだから。ノート、ノートだけじゃなくて、あの本、なんとか本、書籍、書籍、うん、それさ、何その編集し、まだ書籍は決まってない。ノートの方だけ、電子本だけ。あ、今はね、はいはい、だけどあの書籍出したら売れると思う、うん、だって閲覧数がすごいじゃん、あの YouTube の。だからそれだけ持ってれば売れると思うよ、うん、逆に。いや確かに情報いっぱいあるもんだね。嘘が多いからさ、ね、ネット詐欺みたいなやつだね。収益欲しさでさ、嘘のなんかあの言ってたけど、なんか変な男、子供の父親ですみたいな変な人とかいるじゃん。あ、そうなの？ほんとほんと。へぇ、わけわからんじゃん、うん、うん、意味わかんないじゃん。そんな人もいるんだ。うん、本当だ。写真とか載せてさ、いろいろ話してる外人もいるとか言ってたし、うん、なんか、へー、なんかいるとか言ってたから、偽の話、勝手な嘘話とか。本当。うん。まあでも民事でさ、例えたら侮辱罪とかにつなげていけば、うん、まあ相当な額になるよね。向こうがお金持ってたらあれかもしれない、ね、うん。ないところから取れないから。だって芸能登録もしたもん。ん、芸能登録も。うん、芸能人登録ね。タレントメーカーに持ってる。タレント登録してある。今はもう期限が切れた。何年とかあるじゃん、更新があるからさ。そうなんだ、うん、あれだよ、もし YouTube うちの V チャンネルに今後出たいなら絶対に薬は飲んでね。うん、分かった。あのちゃんとで、その×××は絶対にやめよう。うん、分かった、ね、うん、もう苦しいでしょ、あれ、うん、ね、苦しい、うん、1年間くらいおかしいってみんなに言われて嫌だったもんでしょ。
今後も多分誘われることあると思うんだよね。うん、断る断る。強い意志持ってね。うん、ちょっと大変かもしれないけど、うん、まあちょっとじゃあ今日はちょっと僕もこの後ねちょっと帰らなきゃいけないから、うん、今日はじゃあこれで終わりにしようかな。うん、ありがとうございました。うん、じゃあねバイバイ。じゃあ前回でやってたからそういうの、うん、プロっていうかそれ練習してたから、うん、そういうの言わないかんからさ。そしたら、うん、チャンネル登録と。高評価とコメント、うんうん、待ってますみたいな、うん、チャンネル登録とコメントと高評価待ってます。また見てね。バイバイ。また見てね。そう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 、あ YouTuber っぽい。